行っちゃった。とりあえず、この飛び降り事件を紐解いていけば、通り魔事件ともつながるってことなのかな。今は他に手がかりがないので、今後ろにちらっと人影が見えたんだけど、気のせい？その方向から攻めてみましょうって感じですかね。やっぱいるよね。それよりもイクルミさん。ん？さっきから後ろにいる男の子が気になるんですが。え？ほんとだ、いる。ちらちらとこっちの様子を見てるようだけど。なんか怪しいな。お隣さんと話をしてるときからずっとこそこそ見てましたよ。むむ、全然気づけなかった。でも、やじ馬なら事件現場を見るだろうし。話しかけてみる。様子を見る。話しかけてみよう。なんか MO の子っぽいよね。おい、君。僕らに何か用かい？いや、僕は、いや、別に、ゆうべ、この辺で、仮面をかぶった男を見て、え？それは不審人物を目撃したってこと？いや、でも、見間違いかも。シャンとして、もう。後ろ向いちゃった。そしていなくなった。行っちゃった。何だったんでしょうね。仮面をかぶった男とか言ってたようですけど、なんか気になるなぁ。追いかける？いえ、きっとそれは逆効果だと思います。ですが、仮面ですか。どうもお待たせしました。正面からでもお隣です。いや、小ネタはいいから。詳しい情報を聞いてきました。もう何でも聞いてください。じゃあ、おっと、犯人は誰？とかいう、野暮な質問はなしですよ。そんなこと言わないから。なぜなら、僕も犯人を知らないからなのです。うるせえ。じゃあ聞いていこう。久我のこと。久我さんが今何かトラブルに巻き込まれているとか、自殺や殺害の原因になりそうなことってありませんか？今のところこれといった理由はありませんね。通り魔事件の捜査の時に本人にも聞いたのですが、今も特に恨みを買うような心当たりはないとのことでした。ですが、さっきの話だと、それも嘘かもしれないってことですね。そうなりますよね。それに、これまでの捜査では通り魔だと思っていたので、怨恨の線はそれほど詳しく調査していないんですよ。そうですよね。伊豆名さんの助言で調査しようと思っていた矢先でしたから。話をどんどん聞いていこう。現在の状況。現場検証や家宅調査も終わって、
もう片付けるだけみたいですね。実は僕も目撃者の捜索を任されてるんですけど。なのにこんなことしてたらまずいんじゃ。いや、それよりもあなた方に話す方が解決の近道ですから。プレッシャーかけてくるな。ほら、イクルミさん、期待には応えないとプロ失格ですからね。イズナの顔がでかい。いや、だから僕は別にプロの探偵じゃないんだけど。死因や状態、被害者の遺体はそこの W4 棟の前、ちょうど被害者の部屋の真下で発見されました。詳しい死因は何でしたか？骨盤の複雑骨折および頭蓋底粉砕骨折による脳挫滅です。なるほど。どういう意味？要するに腰部や臀部を骨折するほどの強烈な打撃が脊柱を伝わり頭蓋底を破壊して脳挫滅したってことですから。もう少し分かりやすく言うと、まあ腰やお尻を強くぶつけたらその衝撃が背骨を伝わって頭の骨を粉々に砕いちゃったってことですよ。うひゃー、痛い痛い。それだけの衝撃ということはやっぱり落下によるものですね。そうです、そう判断されました。ちなみに衝撃の強さから見て30メートル以上、つまり10階以上の高さから落ちたことになります。10階以上？イクルミさん、被害者の久我さんの部屋って何号室でしたっけ？確かこれさっき聞いたばっかりだよね。1202号室だ。1202号室、12階だ。そうです。ちゃんと覚えてましたね。そして遺体が発見されたのは1202号室の真下ですから、被害者は実質のベランダから落下した可能性が高いと。そういうわけですね。そうなります。なるほど。捜査メモ A の19ページ目が追加されました。久我敏之の転落死3。死因は頭蓋底粉砕骨折による脳挫滅、つまり10階以上の高さからの落下による死亡である。話す。死亡時刻。死亡推定時刻はちょうど13時頃とのことです。ほぼ即死ですので、落下したのもそれくらいの時刻ですね。なるほど。目撃者。落ちる瞬間を目撃した人はまだ発見されていません。事件前、被害者が最後に目撃されたのは10時30分頃、W4 棟入り口に向かっていたところを住民数名に目撃されています。その時は誰かと一緒だったりしませんでしたか？話では被害者は一人だけだったということです。数名の証言に食い違いはないのでそれは間違いないでしょう。ふむ。事件後は13時20分に遺体が発見されたのが最初です。捜査メモ A の18ページ目が追加されました。久我敏之の転落死に10時30分頃
W4 棟の入り口にクガが向かっていたのを住民数名が目撃している。その時クガは一人だけで、一緒にいる人はいなかった。話す。もう一回クガのこと。クガさんは自殺なのか事故なのか、それとも殺害されたのか。まずはそこを解き明かしたいところですね。そうですね。とりあえず今回の事件の詳細を聞いて検討しましょう。現在の状況、現場検証や家宅調査も終わって、もう片付けるだけみたいですね。死因や状態、それと死因とは直接関係ありませんが、被害者の右腕には例の通り魔事件の傷跡の他に古い火傷の跡もありました。火傷、古い火傷ですか。はい、かなり広い跡なので相当ひどい火傷だったと思います。観察医が言うには3年くらい前のものみたいですね。ふむ。捜査メモ A の21ページ目が追加されました。久我敏行について1、被害者の右腕には通り魔事件の傷跡のほか広範囲にわたる古い火傷の跡があった。観察医が言うには3年くらい前のものらしい。死亡時刻、死亡推定時刻はちょうど13時頃とのことです。ほぼ即死ですので、落下したのもそのくらいの時刻ですね。なるほど。もうないかな。目撃者、飛び降りる瞬間を目撃した人がいれば助かるんですけどね。そうね。クガのこと、これはさっき言ってたか。現在の状況、片付けるだけみたいですね。死因や状態、あとは頭部や体にいくつかの打撲痕がありましたが、これはおそらく落下中壁面にぶつかったものでしょうね。もう一回聞こう。死因や状態、打撲痕がありました、壁面にぶつかったものでしょうね。もうないかな。クガのこと、あ、そうだ、なんか思い出した。クガさんのことを調べるなら家宅調査も終わったようですし、彼の部屋を見てみませんか。お、見せてくれる。あ、見ます、見ます、見たいです。そんなことして大丈夫なの。大丈夫ですよ。伊豆名さんたちには実績がありますからね。それにもう調べ終えてますから、少しくらいいじっても平気です。すごい、言い切った。言ってもらえれば久我さんの部屋に案内しますので。はーい、案内しよう、してもらおう。久我の部屋、それじゃあ久我さんの部屋に行ってみましょう。はい、お願いします。さあ行きますよ。さあ、ここは1202号室、久我さんの部屋です。へえ、本当にワンルームなんだね。台所がドアで区切られてますから、厳密に言えば 1K ですね。しかし若いのに随分裕福な暮らしみたいだな。勤勉な青年だったようですからね。さあ、気になるところがあったら調べてみてください。ただ直接手は触れないよう気をつけてくださいね。
そういう時は僕を呼んでください。その他、尋ねたいことがあっても呼んでもらえればお答えします。調べていこうか。じゃあ、ベッドを調べます。部屋の隅にはベッドと本棚が並んでいた。この辺、もう少し詳しく調べてみた方がいいかもしれませんね。ふむ。じゃあ調べてみようかな。なんかこうやって調べるとアドベンチャーゲームやってるなっていう感じがするよ。本棚を調べます。数人の男女が集まっているスナップ写真が飾ってある。写真の日付は99年8月17日、3年半前だ。久我さんが仲間たちと一緒に撮ったものかな。飾るくらいですから、大事な友達なんでしょうね。日付からすると、久我さんが高校の頃の写真になるのかな。99年なら、高2の夏でしょうね。3年に上がる前に中退しています。あ、そういえば、久我さんの女性関係ってどうなんですか？いやー、どうなんでしょう。これまで調べた限り、交際してる人はいないようでしたが、ちょっと調べてみてもらえますか？そうですね、わかりました。どのみちその写真の人たちには話を聞こうと思ってましたので、とりあえず久我さん、昔は随分人望が厚く信頼されてたそうですよ。ん？昔は？昔はってどういうことなんだろうね。戻る。机を調べます。有名メーカー製のパソコンと液晶ディスプレイだ。また古めかしい。お隣さん、このパソコンもずっとこの状態でしたか？そうですね。見ての通り、何も映ってませんでした。そっか。写真じゃないや。机をもう一回調べます。有名メーカー製のパソコンと液晶ディスプレイだ。もう一回。事務用の机の上にはパソコン一式が置かれている。飲みかけのジュースが置いてありますね。本当に死ぬ直前までこの机に座っていたって感じだな。そうですね。もう一回。お隣さん、この机の引き出しには何かありませんでした？それがですね、その引き出しには特殊な鍵がかかってて、暗証番号を入力しないと開かないようになってるんです。暗証番号？ほら、机の脇に入力ボタンがついてるじゃないですか。本当ですね。もうアドベンチャーゲームあるあるだよね、暗証番号って。単なる引き出しに随分大げさな気もしますが、さすがに壊すわけにもいかず、そこは調べてないんですよ。ふむ、暗証番号ですか。部屋のどこかにヒントは隠されてませんかね。どうだろう。イクルミさん、押してみます？もう一回触ります。暗証番号押します。さっきの写真のね、日付を押してみよう。9 9 8 1 7。わ、やった、開いた。おお、すごいじゃないですか。お隣さん、中を。ええー、もう、
引き出しの中なら僕に任せてください。で、どうですか？後頭部。なんか期待と大きく違いますね。てっきり重要な手がかりでも出てくると思ったんですが。何が入ってたんですか？残念。電子機器の取扱説明書が入ってるだけでした。テレビとかオーディオとか、ノートパソコンのやつです。なんだ、せっかく開けたのに。ん？ノートパソコン？この部屋にそんなものありませんよね。あ、確かにそうですね。でも卓上パソコンがあるので、処分したのかもしれないですし。説明書だけ残っちゃうなんて、よくあることじゃないですか。気にすることでもないですよ。いや、待ってください。お隣さん、久我さんが通り魔に会った時の所持品って…え、所持品ですか？先ほども言ったと思いますが、財布とノートパソコン。あ、そうです。久我さんはノートパソコンを持ってるんです。つい1ヶ月前に普通に使ってたものです。なのに部屋にはない？どこ行ったんでしょうか？ふむ。捜査メモ A の29ページ目が追加されました。久我のノートパソコン。久我の部屋からはそこにあったはずのノートパソコンが忽然と消えていた。処分したとは考えにくい。犯人が持ち出したのか？なんだろうね。どこ行っちゃったんだろうね。考える。ひとまず久我さんが自殺なのかどうかを知るには、この部屋以外ではどこを確認すればいいでしょうね。え、突然来たか。そうだな。自殺かどうかを知るには、玄関を確認する、冷蔵庫を確認する、流し台を確認する、トイレを確認する、風呂場を確認する。選択します。まずは玄関。やっぱり玄関かな。戸締まりを確認すれば誰かが出入りしたのかがわかるかも。そうですね。他殺であれば誰かが関わっているわけですから。もう一つありますよ。さてどこでしょう。え、まだ？自殺かどうかだから。選択します。冷蔵庫を確認する。そうだ。冷蔵庫を見て、食べ物が蓄えてあれば、少なくとも計画的な自殺ではないことがわかるかも。お、そうですよ。さすが、わかってるじゃないですか。じゃあその2点は、お隣さんに確認してみましょうか。きっともう警察で、調べてるはずですから。そうだね。お隣を呼ぼう。まず玄関のこと聞こう。玄関の戸締まりはどうでした？はい。事件発生当時、この部屋には鍵がかかっていました。そうですか。それで鍵はどこに？それなんですが、実はこの部屋の鍵なんですけど、ちょっと変わった仕掛けがしてあったんですよ。仕掛け？なんでも、携帯電話を使って解錠するシステムみたいですね。扉の内側に PHS が内蔵された装置が取り付けてあって、
PHS 懐かしいな。特定の携帯電話からその PHS に送信すると鍵が開くんです。へえ、今はそんな装置があるんですね。空き巣の防犯装置として市販されてるものですよ。ピッキングも個人で対策が必要な時代ですからね。でもそうなったのも警察が頼りないからですよね。うへえ、うへえって言ってた。呼ぶ、いちいち呼ばないといけない。部屋のこと、この部屋は事件発生当時のままですか？そうですね。いくつか押収しましたが、部屋の状態はほとんどこのままです。片付いてますし、争ったような跡はありませんね。それから、この部屋から遺書らしきものは発見されてません。まあ、遺書があったのなら、迷わず自殺と判断してますよね。いやー、そうなんですけどね。一応言っておかないと。また呼ぶのか。玄関のこと。あれ、でも事件発生当時に鍵が閉まってたなら。はい？この特殊な鍵のかかったドアをどうやって開けたの？例えばマンション管理人から合鍵を借りたとしても、それだけじゃ部屋には入れないんだよね。ふっふっふ、イクルミさん。マリハマ署の科学捜査力を舐めてもらっちゃ困りますよ。おっと、それは失礼。科学捜査で遺体のポケットから無事だった携帯電話を発見して、それを使ってドアを開けてから内側から装置を解錠したんです。科学捜査とは？あ、まあ、まあ、おおむね予想通りでした。今はもう解除システムは動作してませんから大丈夫ですよ。捜査メモ A の27ページ目が追加されました。部屋の鍵、事件当時鍵はかかっていた。しかし鍵は携帯電話を使い解除するピッキング防止用の特殊なもの。携帯は遺体のポケットから発見されている。いちいち呼ぶのか、これめんどいな。玄関のこと。あ、そうそう。それから現物は押収しちゃいましたが、玄関には被害者の靴がありました。遺体が素足だったことからも、落下前は部屋にいたのでしょう。あ、久我さんの遺体って裸足だったんですか？ええ、そうなんです。捜査メモ A の20ページ目が追加されました。久我敏行の転落死。被害者の遺体は靴を履いておらず素足。靴は室内で発見されている。このことからも久我は転落の直前まで室内にいたと思われる。また呼ぶのかい？解錠システム。これ、鍵をかけるときはどうするんですか？ドアを閉めたときに、自動的にロックがかかるみたいですね。なので、携帯電話が必要なのは、ドアを開けるときだけになります。部屋の中からはドアを開けられるんですか？あ、はい。内側からなら自由にロックを解錠できます。なるほど。呼ぶ。施錠か。施錠システム。ああ、そうそう。ここの施錠システムなんですが。どうもドアを開けた日付と時刻が記録されるみたいなんです。すごい優秀。
それって内側から開けた時のものですか？そうです。携帯電話でロックを解除した時だけじゃなく、内側から開けた時でも両方ともログに残るようになっています。ドアを開けてから閉じた時間がセットで記録されるようですよ。おお、それは重要な手がかりですよ。で、どうだったんですか？ログでは今日の10時35分に開錠したのが最後でした。これはドアの外から携帯電話で開けたものですね。また、閉じた時間のログは開けてから10秒後だったので、入ってすぐドアは閉じられたことになります。つまり、10時35分以降は14時過ぎに警察が入るまで、誰も入室していないということになります。10時35分ということは、10時30分頃に見かけたという住民の目撃証言と合致しますね。目撃後はそのまままっすぐ部屋に戻ったと。そうですよね。でもそれから遺体発見後まで誰も部屋に入ってないんです。目撃証言では久我さんは一人だったそうですし、他殺だとしたらその後誰かが部屋に入らないと不可能ですよ。ふむ、やっぱり自殺か事故なのではないかと思えてきました。僕は聞いてる限りではそうだよね。捜査メモ A の27ページ目が更新されました。部屋の鍵、特殊な施錠システムがあり、10時35分頃に開錠したのを最後として、14時過ぎに警察が入るまで、一度もドアは開けられていない。何か抜け穴があるのかな？もう一回聞こう。呼ぶ。施錠システム。ふと思ったんだけど、はい？今回の件が殺人だとしたら、誰かがこの部屋に入ったはずで。でも、ドアのログには、その様子がないってことだよね。そうですね。それでも、犯人が部屋に入る方法はあるんじゃないかな。